はい、どうもみなさん、こんにちは、もじゅ TV です。ということで、今回はですね、ウィーリーアプリ2018アップデート記念ということで、プレゼント企画について話していきたいと思います。ということで、今回はね、はい、アップデートしたということで、はい、まあ、11月はね、ちょっと熱くプレゼント企画、はい、まあ、いつも出るんですが、はい、やっていこうということで、うん、今回はですね、先月の10月と、ちょっと違って、はい、熱い月間と。といったところで、毎週末に、一応日曜ですね、日曜日の動画に、はい、毎週末の日曜日の動画に、プレゼントの、当選者の発表を、発表していくスタイルに、もう一回戻して、はい、当選者の数も各週に1名様、はい、5000円分のプリペイドカード、うん、例えばiPhone 使ってる人だと Apple カードなのかな、 iTunes カード、 iTunes カードで、 Android だと Google プレイカード、 Google プレイカードで、なんかその Amazon とかだったら Amazon ギフト券とかでも別に5000円分、うん、まあ、プリペイドカードだね、はい、大丈夫なんで、はい、それをね、各1名様、うん、1週分、今週来週再来週みたいな感じで1ヶ月4名か、そうですね、当たるといった感じの企画でございます、うん、はい、で、まあ普通に応募条件はいつもと同じ、はい、まあ、チャンネル登録してもらって、はい、あとこの動画に別にコメントしてもらうっていうのは、ね、特に関係ないっていうのが最大のポイントです、うん、はい、いつもねみんなこの動画に、まあ、欲しいとか別に書いててもらっても全然この動画でいいんですけど、そういった企画じゃなくてね、前のねウィニングイレブンのプレゼント企画の動画を見てもらえれば分かると思うんですけど、各動画で、コメント、高評価してもらって、その中から1名様と言った、ね、形で選んでいくので、この動画についてはね、はい、特に説明の動画なんで、なんだろう、コメントで欲しいですとか言っても、そこから選ばれることはないんで、うん、そこだけ気をつけておいてください、ね、はい、で、一応ね、受け取りの条件としては、ちゃんと YouTube のメッセージ、うん、これが受け取れるように、してもらうことということで、はい、その YouTube のメッセージの受け取り方、うん、がわからないと言った方は、うん、この動画の下の説明欄に、はい、昔というかちょっと前に、おもちゃ TV セカンド、はい、このチャンネルで、メッセージの YouTube のメッセージの受け取り方を、うん、説明した、かなり詳しく説明した動画があるので、はい、そちらの方をねチェックしてもらえれば、ね、やり方、メッセージの受け取り方が、分かると思います、うん、で今回ね、まあ、そのメッセージの受け取り方がちゃんとなってる方の中から抽選で選んでいくので、ね、そこだけね YouTube のメッセージの受け取り方だけ、しっかりとね、理解しておいてください。おそらく YouTube の、検索とかでもね、調べれば、ね、詳しく、教えてくれるチャンネルとかがあるので、うん、まあ、そこを見ればね、しっかりわかると思います。だから日曜日までにチャンネル登録していることと、うん、高評価していることと、ね、チャンネルのねメッセージの受け取りができるというこの3つですね。そうだね、だからそのどの動画で当たるかは、うん、まあそれも抽選と言ったところで、まあ、ガチャの動画で、当たってる人いたりとか、はい、今までの様々な感じで、そうだね、いるんですが、うん、まあ、軽い運試しだと思ってね、はい、参加してみてもらえれば、5000円分のねプリペイドカード当たるので、まあ、そこら辺でガチャやってもらったりとか、はい、そのよし使ってもらえればなというふうに思います、はい、まあ、おそらく11月いっぱいまではこの感じで続くので、ね、はい、まあ、ウィニングイレブン2018の動画、うん、いつも 見るがてら、ちょっとチャレンジしてみてほしいなというふうに思います、はい、またあの詳しい、説明、はい、プレゼン企画の説明はあの概要欄にね載せておくんで、はい、気になる方はねそちらもチェックしてみてください。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。ボー。